ーズによるデモンストレーションを行ってまいります。本日はこの KJ シリーズの多くの特徴のうち、一軸を中空構造にしたことによるチューブ処理の簡略化、そしてスリムなアームながらアーム上に機器を配置し多色対応が可能という2点についてご紹介してまいります。従来のロボットではロボットの側面にチューブやフレキをはわせ、ロボットの動きに合わせてロボット課題やブース壁にフレキを固定する必要がありました。しかしこの KJ シリーズであれば一軸を中空構造とし、その中にチューブを通すことで塗料の取り出し口までチューブを固定することができ、ロボット設置後のチューブ処理を簡略化することができます。また従来のスリムなロボットでは塗色が多くなった場合にロボットに CCV や FGP など塗装機器を搭載できず、ロボット課題やブース壁に設置する必要がありました。また色替えの際に洗浄する経路が長いため、塗料のロスや洗浄用の有機溶剤使用量が多くなり、色替えに要する時間も長くなっていました。しかしこの KJ シリーズであれば従来機種と同等のスリムなアームを有しながら電池面、電球レグレーターを有することによって塗装機器の応答性がぐんと向上いたします。また塗色数に応じてアームカバーを S サイズから L サイズまで変えることで、ロボットアーム上に多くの塗装機器を搭載することが可能です。また洗浄経路が2メートル以上短くなることで洗浄液や塗料のロスを大幅に減らすことも可能です。さらに機器構成にもよりますが、 M サイズであれば22色程度までアーム上に搭載することが可能です。本日は KJ シリーズのうち KJ264、KJ314 を展示しています。 KJ314 は KJ264 にスイング軸を追加し、小スペースながら広い動作範囲を実現したロボットです。またこちらの新規開発いたしました軽量の防爆ティッチペンダントもご用意いたしましたので、ぜひ実際に持っていただきまして、その軽さをご体感いただければと思います。さあ、それでは実際に塗装ロボット KJ シリーズの作業の様子をご覧いただきましょう。こちらの会場では塗料を使用することができませんので、塗装に関しましては 3D プロジェクションマッピングによるバーチャルにてご覧いただきたいと思います。川崎ロボティクス K シリーズエクスプロージョンプルーフペインティングロボッツプロジェクションマッピングショースタートです。